はい、ということで皆さんこんにちは、てつりです。今日はですね、こちら何県何市かと言いますと、兵庫県ではなく待って、やばい、それはやばい、ほんまにやばい。ということで今日はちょうど踏切が鳴ったところですが、香川県の高松市に来ております。こんな感じですね。さて、列車やってきましたよ。今回はですね、この琴電の車両っていうんですかね、琴平電鉄と言うんですけども、この琴電で今いる高松からですね、琴平という場所までですね、 JR の駅がまた琴平っていうところにあるんですけども、高松琴平間をですね、この琴電っていうのに乗ってですね、まあ行きたいなと思っております。ということで高松地区港、これ見てみると13時20分発、まもなく出発します。今13時19分。お、新来ますよ。新来ますあれ。新来ますよな。琴電高松築港駅です。ではここから早速入っていきましょう。イルカやってよ。イルカ？あ、イルカっていう。改札の中に入ってきましたよ。ここに書いてあります。次は13時30分発琴電琴平行き一番乗り場。ここが1番乗り場です。で、そこの奥が2番乗り場。そして奥3番乗り場です。1番乗り場と2番乗り場は同じ線路を共有しています。でですね、面白いことにここから高松城内堀ということで、ここより左はこんな感じで高松城の内側、お堀があることになります。これは江戸時代に作られたようなものだったそうなんですけども、徳川家康かな、なんかそういうそこら辺の歴史上の人物がですね、そこら辺の歴史上の人物にですね、そこら辺の土地を与えてですね、でそこら辺の城を作ってですね、こちら讃岐の一国を与えて高松城というのを作ったそうです。ご移動ご乗車ありがとうございます。今度の一番線の電車は折り返し13時ちょうど発河原町立林公園仏生山一宮岡本早川滝宮方面琴電琴平行きが到着いたします。危険ですから白線の内側まで下がってお待ちください。この電車は車2両で参ります。乗車位置にご注意願います。志度線で琴電屋島八栗琴電志度方面ご利用のお客様は2つ目の河原町で4番線5番線にお乗り換え願います。本日も琴電をご利用いただきまして誠にありがとうございます。二面三線を有する琴電高松築港駅にやってきたのは13時30分発琴電琴平線の全区間を走ります琴電琴平駅です。こちらは昔京急で活躍していた車両らしいのですが、2両編成でやってきました。東京車両制ということで現在の総合車両製作所ということになります。片開きドアでまもなく高松築港駅を出発します。帝国13時30分香川築港駅を出発しました。ここから讃岐平野を横断しまして琴電琴平という場所まで向かいます。こちらは動画冒頭で登場しました踏切です。琴電琴平線の中でも現在走っている高松築港から2つ先の河原町という駅までは築港線というふうにも呼ばれておりまして、ここには琴平線の他にですね、長尾線の列車も直通してきます。ですのでラッシュ時には超過密路線というふうになっていますね。左手には先ほど紹介した高松城が見えます。そしてここでようやく上下線を行き来することができるクロスポイントが登場します。ですのでここから、先ほどの高松築港駅側は逆走する列車があるということですね。こちらの高松城は1590年に作られたもので、大人200円、子供100円で入園できますので、まあ、プチ観光におすすめかなという感じです。さて、一つ目の駅、片原町駅に到着です。ここの駅ナンバーが K01N01 らしいんですが、ということは高松築港駅は K00N00、対向列車も同形式の車両となっておりました。両方とも京急の車両なんですね。座席はふかふか具合は最高でございます。さて、まもなく琴平線、長尾線、志度線の3つの乗り換え駅である河原町駅に到着です。高松築港駅のバスなども発着する駅というふうになっております。1番線、2番線が琴平線、3番線が長尾線、4番線、5番線が志度線となっておりまして、5番線はラッシュ時のみ利用されます。
そしてまっすぐ走っていきまして、進行方向左側に分岐していくのは琴電長尾線の線路です。また分岐した先に留置線なんかもあります。まもなく栗林公園駅に到着です。栗林公園駅には GR 栗林公園北口駅という駅が近くにありますが、こちらからまもなく単線という場所に入っていきます。単線というのは列車が行き違いできない構造、単一方向にしか行けない線路ということになります。単線区間に突入です。ですがですね、すぐに複線というふうになります。また戻ってきました。先ほどの栗林公園からこの当駅三条駅の間の短い区間が単線というふうになっております。さてしばらく走りまして、こちら側また高架になっていきます。いろいろ忙しいなということなんですけども、不正市駅に到着です。ここは2020年開業ということで、最近の駅と先ほどの駅にはエレベーターや LED 発車表などいろんなものがついているそうです。四国独特のポツンとした山が並ぶ地形が見えますが、この電車にはずっとトンネルがなく走行していくと、そういうわけでございます。まもなく太田駅という駅に停まります。この駅からまた単線になるんですね。対向列車もやってきましたが、この駅は少し利用客が増加傾向にありまして、この駅の次にある仏生山駅という車庫のある駅よりも利用者が多いというふうになっております。さて単線区間をまたまた爆走というふうにしていきます。といってもですね、速度はねだいぶ遅いですよ。進行方向左側には伏線化できるような土地もありますので、将来仏生山まで伏線化するんじゃないかなというふうに思っております。右側にこちら線路が移動しまして、まもなく仏生山駅という駅に停まります。仏生山駅には車両工場がありまして、その車両工場というのがこちら側、琴平線と河原町で分岐した長尾線の車両の検査などが行われております。またこの仏生山までは伏線化事業というのが行われているそうですので、先ほどの空き地はそのためという感じでしたね。まもなく仏生山駅に到着です。仏生山駅を出ると左側には琴電の車両を留置する場所があります。その車両を留置する場所にはこちら何型っていうんでしょうかね、もともとは名古屋市営地下鉄鶴舞線で活躍してたんじゃないかなと思います。600というふうに書かれておりますね。やっぱりすごく揺れます。乗って座っていてもだいぶ揺れを感じますね。空港通り駅という駅に到着します。近くには全く空港ないですが、高松空港へのリムジンバスが発着することから空港へのアクセスが良い駅というふうになっております。見てみると空港までだいぶ遠いぞ、そんな感じです。まだまだ先ですよ。車なんかだともしかしたら早いかもしれません。そしてここからも単線区間が続きます。次は一宮駅という駅に停まります。見てみるとこちら減速信号という信号が出ておりまして、まもなく駅なんでしょうか。一宮駅に到着です。この一宮駅では列車の折り返しが日中は30分に1本行われているということです。基本的に高松駅港から一宮までが1時間に4本、琴平までが1時間に2本というふうなダイヤになっております。右側こちら四国急速工業のラッピング車というらしいです。一宮駅を出て2駅目岡本駅という駅に停まりました。関西人だと阪急電車の神戸線岡本駅を想像しますが、こちらは琴平電鉄、ここは基本右側通行の駅というふうになっておりまして、他の鉄道駅ではなかなか見ない構造ですよね。対向列車がやってきました。これがね確か名古屋市営地下鉄の250型とかいうやつで、現在はこちら琴電では600型というふうに名前になっていると思います。確かこっちだった気がしますよ。まだまだずっと田舎らしき長い単線を走っていきます。
こちらの単線区間、やっぱりローカルって感じですよね。和歌山線なんかもこんな感じだったのを記憶しています。速度を見てみると 70km 毎時ほど、この日最高速を計測しております。しばらく走りまして、スエ駅という駅に到着です。こちらも右側通行で進入してきました。すごいですよね。右側通行なのに対向車がいるんですよね。対向車はこちら琴平グラッピングっていうんでしょうかね。そんなラッピングがされております。スエ駅を発車しました。こちらは1日600人ほどしか利用しないらしいですよね。ですが琴店の中で600人というのはそこそこいる方だと思っております。またまたやってきました。綾川駅という駅に到着です。ここの近くにイオンがあるらしく、そのおかげでこの副駅名がイオンモール綾川駅というふうな駅名になっております。面白いですね。利用者もそこそこといったところ、車を利用する人が多かったのかな。あんまり人はいませんでしたが、少し規模の大きな滝の宮という駅に止まります。一本の折り返し線、そして琴電大好き右側通行で進入していきます。琴電本当に右側通行の駅が多いですよね。こちらひまわりの、これラッピングかな。なんかいろいろたくさん面白い車両があっていいですよね。琴電はこちらも片開き滝の宮駅に到着です。しばらく走っていますと、おおすごい、こちら森のような場所に、ここが、綾川という川です。先ほど言った川の名前になっておりますね。途中に府中湖という湖を経由しまして瀬戸内海に注ぎます。見ていくと、車にも抜かされてしまいます。車より遅いんですかね。おまけに、強い揺れのオプション付き、まだ 50km ほどしか走っておりません。まもなく岡田駅に到着です。ここは左側通行のちゃんと言う正しき、一面2線の島式ホームとなっておりまして、近くにレオマワールドがあるかないかよくわかりませんが、利用者数は少ないです。乗務員さんに直接切符を回収してもらうタイプなんですね。琴電は今回はスイカで乗りましたので覚えておりません。名番が書かれております。しばらく走りまして、右側恵内駅に到着です。本当に何もないです。そして間もなく終点琴電琴平駅に到着です。いや長かったな、だいたい1時間ぐらいかかってるんですよ。一面二線の、東端式島式ホームになっております。コンピラ宮の玄関口として2階建ての駅舎がある駅なんですが、後でご紹介します。ここでは土産線の琴平駅が近くにありまして、200メートルほど離れていますが、接続はあんまり良くないみたいです。ということでやっと到着。ということで終点高松築港からこちら琴電琴平駅までやってきました。なんとですね、琴電琴平駅まで1時間ほどかかりましたよ。この間の距離を1201、1202号車琴電の車両がやってきました。あっちにはあんな川とかもあります。さて琴平に到着です。ということで琴電琴平駅到着しました。風がごめん強い。本日は琴電琴平線高松築港駅から終点高松琴平駅までやってきました。あちらにはね立派な橋もあって、ということでね今回の動画終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。